こんにちは。朝夕ぐっと冷え込んできたこの頃ですが、皆さんいかがお過ごしですか。新そばや新米、そしてスコーンのリンゴなど、季節のおいしい味覚をたくさん食べて秋を満喫したいですね。さて、今回のインフォメーションでは、スコー地区の生活に役立つ情報はもちろん、秋祭り情報などもご紹介してまいります。 STB スコーインフォメーション、この番組はオリオン機械株式会社の提供でお送りします。まずはじめに、国・県からのお知らせです。総務省では行政相談制度について国民に広く知ってもらうため、10月20日から26日を行政相談週間と定めています。これに合わせ各市町村では行政相談所を開設。近隣市町村での日程はご覧の通りです。詳しくは長野行政評価事務所までご相談ください。長野県腎臓病患者連絡協議会からのお知らせです。10月は臓器移植や臓器提供意思表示カードの普及推進を目指す臓器移植普及推進月間です。臓器提供には本人をはじめ家族の意思が大切。意思を確認するため、臓器提供意思表示カードの記入・所持のご協力もお願いします。あなたの勇気と優しさで救われる命であります。詳しくは長野県腎臓病患者連絡協議会まで。信越受診環境クリーン協議会では、10月1日から31日まで受診環境クリーン月間を実施します。これはテレビやラジオの放送電波受信障害防止について広く知ってもらおうとするもの。県内ではテレビ受信用のブースター、受信雑音など放送電波についての相談所を開設します。クリーンな受信環境を整備するため、気になることがあったらまずは相談してください。県内一部のジャスコ、ベイシア、アップルランドなどでは現在、環境に優しい買い物キャンペーンを実施中。これは県と信州豊かな環境づくり県民会議などが共同で主催するもので、環境に配慮した商品の選択購入やレジ袋の節減などを目的に実施するもの。エコマークなどのラベルを集めて応募すると、抽選で商品が当たる検証も行っています。詳しくはご覧のアドレス、または長野県庁環境部環境政策課まで。続いて須坂市からのお知らせです。米子大瀑布では紅葉シーズンの渋滞を緩和するため、10月からマイカーが規制されています。これを受けて10月の土日祝日はシャトル便を運行。運行区間はユックランド正面玄関から米子大瀑布駐車場までの往復です。料金は往復大人1人1500円。シャトルバスを使って秋の米子大瀑布を楽しんでくださいね。裁判所法廷内見学ツアー実施のお知らせです。今年の12月から始まる裁判員制度、あなたの手元に通知が届く前に法廷内を見学しながら、裁判員制度や実際の法廷の様子を学んでみませんか。参加希望の方は10月27日までにお申し込みください。労働保険制度の普及活動をするため、10月1日から31日まで労働保険適用促進月間を実施しています。労働保険は労働災害や失業が発生した場合、保険給付金などを行い、労働者の福祉を推進するため必ず入らなければならない強制保険です。事業主の皆さん、この機会に労働保険に加入しているかどうか確認してください。詳しくは中野労働基準監督署、またはハローワーク須坂まで。続いて小布施町からのお知らせです。歴史民俗資料館では現在、昔体験を通して小布施の歴史を知ると題した企画を実施中。草履や下駄を履いたり、石臼での粉引き、輪回し、竹とんぼ、草笛などが体験できます。
また26日にはミニコンサート響け小布施ゆかりの歌も開催されます。高校生以上100円、中学生以下無料です。詳しくは歴史民俗資料館まで。2008年国内産ワインコンクール欧州系品種の赤の中から2品が金賞を受賞した小布施ワイナリー。小布施ワイナリーでは毎週土曜日12時10分からワイナリー案内と試飲が楽しめるワインメーカーズガイドを実施しています。参加費は1人500円、予約が必要です。詳しくは小布施ワイナリーまで。続いて高山村からのお知らせです。高山村地域見守り隊隊員募集。現在62人の隊員が所属する高山村地域見守り隊。児童生徒の登下校の時間帯に合わせウォーキングや犬の散歩など日常の生活を防犯パトロールに当てる隊員たちです。村民みんなで村の治安環境を守りませんか。詳しくは村民生活課生活環境係まで。高山中学校50周年記念誌購読予約募集。創立50周年を記念して高山中学校では記念誌全卒業生在校生の思い出のアルバムを制作。このアルバムの予約受付を始めます。1冊1800円、およそ160ページ12月発行の予定です。ご希望の方は直接高山中学校までお申し込みください。続いては須郷地区と近隣市町村の秋祭り情報を一気にご紹介します。